ドラマもありますよね。だ同時並行的にたくさんの仕事をするから当然のことなのは睡眠不足になったりするんですが、でも緊張感を長く持ってることによってなんか自分を高めるという意識を持つという、それともう一つですね、はい、休日の日に家でゴロゴロしないんですって。あ、そうなんですか。人混みにあえて出ていくことによって人に見られる、人に見られることが実は綺麗になることには大切じゃないかなっていうふうにご本人はおっしゃってました。疲れないんですかね、普段からこう注目されてる存在なのにね、うん、でもね結構行動的な女性であることは事実ですよね。志が高いんですね、うん、外出して注目されればいいけど外出して誰も注目してくれなかったら悲しいものがあるよね。ちなみに若井さん的に見たら米倉さんというのは魅力的な女性ですか。仕事の緊張感があって休日に外出してる人は山ほどおるわけでね、うん、その人たちが決して美しく全てなるわけでもないんだから嬉しいです、ね、こういう類型化の仕方はなんか納得できないな。若井さん、やっぱり恋ですか、秘訣は。女性の美の秘訣は。輝いてるのはね、作品がね非常に難しいものについてね、やっぱりちゃんとやってるからやって、うん、美しいのはねやっぱりね悪役であろうが何であろうがね、うん、やっぱりしっかりしたね、うん、ドラマに出ることでこれが重要ですよ。ということはやっぱその、うん、逆に言うと周りの作品選びも上手だってことですよね。でも逆に言えばその若林さんね、うん、仕事の緊張感が結構なくて、うん、休室ゴロゴロしてたらなかなか綺麗にはなれないですよ。いや、それがまた魅力的なやつもそうそう、うん、続いてハブチューブいきます。今日はニュースジャパンでおなじみ滝川クリステルアナウンサーのお話です。アッコタンが今大人気のあの歌を熱唱します。緊張感を持ってお伝えします。ハムチューブをクリックです。滝の川のクリョ、あの騒動で一気に注目を浴びた五反田と新宿2丁目、マスコミが有名人を探していると意外な人が。それは滝川クリステル、お台場からやってきた滝川クリステル、斜め45度のアナウンサー。すぐに所属する共同テレビに問い合わせをすると意外な真実が。え、契約解除しましたよ。滝川クリステルいつの間にかやめていた滝川クリステル、これでフリー他局出る。はあ、ポニョに乗せて、はい、びっくりするニュースですけどね。でもびっくりするニュースの前に、はい、加藤さんの歌を初めて聞いた山健さんが非常に驚いてらっしゃったのが印象的でしたけど歌うないや、これはね驚いたんですよ、はい、ね、山本物さんの取材をいろいろしている中で滝川クリステルさんの話が出てきて、滝川クリステルさんの、まあ、所属っていうのはフジテレビのアナウンサーじゃなくて共同テレビの所属のアナウンサーなんですよ。新入社員の時からそうだったわけですね、はい、それで僕らも共同テレビに問い合わせをしたらですね、はい、共同テレビ辞めましたって言うんですよ。退社しました。全く知らないんですよ。でフジテレビとの年間契約というのも打ち切ったそうなんですよ。ということは彼女は全くフリーになったということで、これからは他局にも出るようになるということですよね。番組とは今フリー契約の状態であると、ね、フジテレビのアナウンサーと共同テレビ上のアナウンサーではかなり年収等々も違うんで、共同テレビ上の僕アナウンス室って行ったことあるんですけど、本当にデスクが3つぐらいあるだけで、あれここアナウンス室っていう感じですよね、じゃあ今度どんどん、いや他局に出てくると思いますよ、ね、はい、続いて検索いきます。検索、今日は今日の検索ワードは時は高子結婚目前です。では早速この言葉を検索です。はい、時は高子さん結婚目前、これを打ち込みまして、うん、検索クリックです。さあこれでたどり着いたページはこちら、恋の花火6連発、俳優長塚京三さんの長男長塚圭史さんと女優常盤貴子さんのデート現場を今週発売の女性誌が報じました。圭
記事によりますと長塚さんのお母さんも交際を認めているようです。これは恋の花火満開なんでしょうか。まあ、お母さんがねちゃんと認めたってのは非常に大きいなと思うんですけれども、はい、2人には破局説も流れたりしてたんですよ ね、 でもそれはなんでそう言われるか、時和さんってオフになると結構一人旅で海外に行かれる方なんですよ。それが大好きで、だからなんかしばらく日本にいなかったらすれば当然会わないんで、なんか別れたかのように思われたと思うんですが、実は時和さん同じ事務所の女優さんの影響をかなり受けてると思います。クリックです。まず松行靖子さん、まあ、先輩になるんですが、松行さんはドラマーの沼澤さんと非常に今状態良くって、もう結婚の噂も流れているような状況です、はい、さらに次の女優さんこちらです。クリックです。柴咲コウさんもこう妻夫木聡さんと非常に順調ですよね、彼の実家に行ったという報道もありました、そして続いて若市さんが大好きなこの女優さんも同じ事務所です。クリックです。はい、サージレリカさん、まあ、この前高城さんが初めて公の場でお付き合いを認めましたよ ね、 したね、順調ですということを言いました。続いてこの人、こちらまだまだあるクリックです、はい、実は中谷美紀さんも渡部篤郎さんと非常に今親密な関係でよく会っているという目撃情報はたくさんあります。こちらもいい感じ。そして最後に今回、今日写真誌に撮られたこの方です。クリックです。リンカさんはですね、これ一般の方のようなんですけれども、うん、サッカーの中山選手ゴンさんですね、はい、と似てる人とちょっとラブラブの写真が撮られてますけれども、全員同じ事務所なんですよ、うん、周り盛り上がってますね、随分ね。やっぱしね、女の人ってね、同級生とか周りの女の子がなんか幸せになってくると自分も幸せになりたいっていうなんか比較論みたいなとこするところあるじゃないですか、うん、だからちょっと時和さんも年齢的にもいろいろ考えても今回は結婚近いかなという雰囲気はしますよね。となるともお付き合い3年ですから、はい、小僧さん的には僕は年内もあるかなというふうに思います。ボールは少なくとも近いですね。ですか、はい、バリコールインは近いということですね、はい、注目ですね。以上今週の小僧ステーションでした。どうもありがとうございます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。